はいどうも、国です。今回は料理のレシピの場所をご紹介していきます。それでは最初なんですけども、1つ目、召喚広場ですね。ここですね。じゃあ行ってみたいと思います。はい、召喚広場来ました。正面を上がってまっすぐ、この祭壇を左に、さらに左の階段を上がったところ、ここです。ここに一つ目のレシピがあります。はい、二つ目です。二つ目は、マップのここですね。ここの上の方の、こちらの塔。あそこですね。場所は、こんな感じですね。では、登っていきます。はい、登ってきました。上から見るとこのような場所になってます。で、ここにレシピがあります。次はここの集落の丸い家ですね。ちょうどこの家にレシピがあります。入ってすぐのベンチの横にありました。はい、次は今取ったレシピがここで、その横の大きい丸い集落、この建物に入ってすぐの右の、テーブルの上にレシピがあります。ここです。はい、続きまして、次は崩れた水路の池の横に縄師の小屋というのがあるので、こちらのベンチの上に次のレシピがあります。地図ではここになります。続きまして、マップではこちら、ムリエラの希望、こちらのこの足場を登っていきます。その先端にレシピがあります。はい、続きまして、こちらコウモリの塔ですね。マップではこの位置です。こちらコウモリがいる階段の手前の細い道を抜けた左にレシピが落ちています。ちょっとついでなんですけども、
このコウモリ、この通路まで釣ってここから槍で殴ると、安全に倒すことができます。続きましてマップではこの位置、リアンの見張り台、こちらに、この樽の横に落ちています。入って右の樽の横ですね。マップではこの位置になります。はい、続きましてマップではこの位置、この島ですね、島の北の部分、こちらに漂流者の休憩地っていうのがあるので、こちらのベンチの上にこれですね、レシピがあります。周りはこんな感じですね。マップではこの位置です。レシピは以上なんですけども、これか、召喚広場にもう一つあるんですけど、ちょっとさっき言ったけど本が落ちてなかったんですよね。場所としては紹介した反対側の階段上がったところにありましたね。はい、続きまして醸造のレシピになります。場所はこちら砂漠のアジトのやや南東ですかね。こちらのベンチの上にお酒のレシピがあります。はい、続きまして醸造のレシピ2つ目ですね。こちらはマップのこちらのオベリスクがあると思うんですけども、このオベリスクの横に落ちています。こちらになります。ウェディスクの東側ですね。はい、レシピは以上になります。はい、それではご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。